より細かく自分の要望はしっかり伝えて、できるできないをちゃんと伝えてもらえるように意識しています。営業がこう今まで積み上げてきたお客様への信頼っていうのを失わないように。今日は国際ホテルレストランショーといって、いわゆる展示会です。各企業さんがこういったふうにいろんな出店ブースを用意して、ホテルの方々にこう売り込みを行うというイベントになっています。施工の流れは主に3つに分かれていて、1つ目に朝搬入から始めて、で、設置位置にこう設営物を運び入れる作業が一つで、二つ目にその運んできた設置物、今回はこういったようにパネルなんですけども、パネルを組み立ててそこにあのレイアウト通りに設置する。で、三つ目に今回はこのテレビ台であったりモニターっていうのがつくので、それを設置するという主な三つの作業に分かれます。僕はその緊張みたいなのは全くしないです。現場任されるのは2年目からだと思ってます。で、1年目の後半あたりから、上司同伴で現場責任者としていろんな各現場を、学びつつ見るようになって、で、2年目3年目ぐらいから、徐々に規模感も大きくなるような現場を、一人で任される、徐々に任されていくっていう感じですね。朝まず施工の方と段取りの確認をして施工を進めさせていただきます。その際にお客様ですとか施工の人間と、その細かい位置を調整しながら最終的に完成できるように進めていきます。お客様ですとか実際にイベントに来てくださる来場者さんがどんな会場でどんな運営だったら喜んでくださるかなということを一番心がけながらイベントを作ろうと思っております。土日に現場があるときにはやっぱり土日が仕事になって現場へ出なきゃいけなくなるんですけれども、その分どこかで休みが取れるので、そこで代わりにゆっくり休むようにはしています。今パネルの設置が完了したので、これからテレビ台とそのテレビのモニターをレイアウト位置に設置する作業に移っていきます。今回は営業の末永さんに現場に同行していただいてるんですけども、普段の現場の中で営業の方が来られないってことが結構あって、そうなると僕がこう現場を引き継いでお客様とコミュニケーションを取りながら現場を回していくんですけども、その際にこう営業がこう今まで積み上げてきたお客様への信頼っていうのを失わないように、お客様の接し方であったり、その施工物のクオリティの部分であったりっていうのを意識して施工してます。営業視点、施工視点でどうしても誤差が生まれてしまったりするので、そこの差がなるべくなくなるようにっていうところで、より細かく自分の要望はしっかり伝えて、できるできないをちゃんと伝えてもらえるように意識しています。この辺。OK、いいよ、はーい。営業の方は現場の中で、お客様とこう話し合ったりとか、いろんな各所のブースに行ったりみたいな形で、常に動き回ってる状態が多いので。コンタクトが取れる状況ってわけではないんですね。なので話し合いの中でこう意図を読み取ったり、あとは気になる細かいことでも気になる点をちょっと聞いとかないと、非常にその作業効率に支障をきたしてしまうので、分からないことは常にクリアにする、その話し合いの中でクリアにするっていうのを意識してます。最後の確認作業だけやりたいんですけど、はい、いいですか。
今回は壁面にデザインが全面に入っていますんで、このパネルの継ぎ目柄がぴったり合うように施工していくのが難しいところでした。これどこにどうやってシーバー並べますか？そうですよね、展示台メインのここに ELK100 を何個か並べて、ここにサマルカメラもここで、その後ろに机が2個でしたっけ、でそこの上に展示品を並べていこうかなと。了解です。じゃあどうしましょう、奥やってるので手前先とかで大丈夫ですか？そうですね、はい、自分でお客様と打ち合わせをして重ねてきたものが形になってお客様が実際に入って喜んでらっしゃるところを見るとやりがいを感じます。マイテーマは自社の魅力を外部に伝えるにはです。僕はいつかやってみたいなって思うことが一つあって、それは今弊社でやっていないイベント、かつ僕がやりたいイベントっていうのを、受託して、弊社に利益として還元することです。例えば有名アーティストのロックフェスや、コンサートであったり、メジャースポーツ、サッカー、野球といったメジャースポーツの国内イベントであったりっていうのをいつか受託したいなっていうふうに思ってます。今はそのための土台作りだと思っていて、やっぱりお客さんに自社をアピールするには、その現場の雰囲気だったりうちで取り扱っているイベントっていうのをお話ししなきゃいけないと思っているので、そのために今いろんな種類の現場に向かって、いろんな経験を積んでいきたいなっていうふうに思ってます。私のマイテーマはイベントを通して顧客の課題に応えることです。その理由としては、イベント会社としてお客様とやり取りをする上で何ができるのかということを考えたときに、お客様のその課題解決にイベントを通じてっていう、イベントの手という手段を用いるとどのようなアプローチができるのかなっていうことを考えながら動くようにしているからです。